皆さんこんにちは。スチューデントベースボールです。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。第94回選抜高校野球大会の開幕前、選考問題で大きな話題になった聖隷クリストファー高校、東海大会準優勝ながら選抜出場を逃したことが物議を醸していましたが、騒動後初の公式戦に臨みました。しかし結果はまさかの展開に。それでは詳細を見ていきましょう。昨週の東海大会準優勝ながら選抜出場を逃した聖隷クリストファーが、静岡県大会地区予選の初戦で常葉菊川20-10と7回コールド負けをした。敗者復活戦にも進めず、夏はノーシードから悲願の甲子園初出場を目指すことになりました。相手打線に投手陣が捕まると失策も重なり、失点を重ね打線もわずかに安打。5回に一死満塁のチャンスを作るが後が続かなかった。好調でもある上村監督は、選手は思っていた以上に頑張ってくれたと練習での選手の様子を明かした。ただこの日は有観客で行われた公式戦、注目度の高さゆえに勝手が違った。負けられない、勝たないといけないと思ってしまうことを一番心配したが、それが出てしまったと。普段出ないようなミスもあったし、チャンスで簡単に終わることもなかった。これまでは負けが怖くなかったが、負けたら弱いと思われるという気持ちが出てしまった。無縁だった結果への重圧で堅実な野球が崩れてしまった。この子たちの強みは負けることが怖くなかった。東海大会だろうが負けたって仕方がないと思ってやっていた。今回は負けたら困ると思って戦っていた。やっぱり弱かったと言われたくないという気持ちの方が強かった。頑張ってやっているかなと思っているけど、やっぱり高校生だなと。くしくも同日に行われた選抜高校野球で聖隷クリストファーに代わって選ばれた大垣日大が2回戦で星稜に敗れ、両校とも短い春となってしまった。聖隷のナインにとっては残酷な春の結果となってしまったが、夏に悲願の甲子園出場を叶えてほしい。本来の聖隷野球を見せてほしいものだ。以上が詳細になります。